ノコギリヒラタムシは、小種目、ホソヒラタムシ科に属する昆虫の一種である。半アリ種であり、極地を除き、地球の陸上のほぼ全域に分布している。コクフニやカシ類などを食べ、食品工場などに多く生息する。ワミオは胸部に、ノコギリ状の突起を持つことに由来する。別名を、ノコギリコクヌストとも言うが、コクヌスト科の仲間ではない。 タイプ標本の産地はスリナムで、種小名スラナメンシスはスリナムに由来する。成虫は体長3ミリ前後。暗褐色食をしており光沢はなく、高化色食の単毛を密生する。ムネセの両側縁に和名の由来となったノコギリ状の大きな六体の突起を持つ。また、ムネセには3本の流気状がある。格上羽は4本の流気状がありまし次に2点国列が、 ある卵は0.6から0.8ミリほどの楕円型で乳白色をしている。幼虫はやや扁平な体をしており頭部は褐色、背面はやや硬化式褐色をしている。幼虫の触角は2節からなり、頭部とほぼ同じ長さである。成長した幼虫は体長4から5ミリになる。蛹は約2ミリほどで乳白色をしており、胸部と腹部の両側に 市場特起が並ぶ。製粉工場、飼料工場、菓子工場などに多く生息し、ビスケット、キャンディ、チョコレート、乾燥果実、干し肉など多くの食品に見出される。麹やイーストを好んで食べるほか、他の昆虫も捕食する。メスは5月頃から幼虫の食物となるものなどに点々と産卵する。孵化した幼虫は、食物上を活発に動き回り、4例を経て、 さなぎになる。成虫の寿命は、通常6ヶ月から10ヶ月だが、長いと2年以上に及び、その間、メスは100から300ほどの卵を産む。本種は25度下で40日ほどで1世代を経過し、団地では年に4世代以上経過していると、推定されている。発育に、最適な温度は30から33度である。成虫で越冬するが、休眠はせず、 温度が十分にあれば、冬でも繁殖する。天敵として、寄生蜂のノコギリヒラタアリ型タ蜂が知られている。この蜂は、本種やコクヌストモドキなどの幼虫に寄生する。穀物上の成虫穀類、菓子類をはじめとする、各種食品の害虫であり、本種による異物混入トラブルも多いが、人を刺したり、病気を伝播したりすることはない。古くは、中世の清須城跡から、 本種の化石が発見されているほか、江戸時代に書かれた栗本短州の千中プや吉田鈴アンの虫府にも記載が見られる。日本に分布するノコギリヒラタムシ属の昆虫は本種と多メノコギリヒラタムシを多メルカトルの2種である。多メノコギリヒラタムシは本種より複眼が大きく、また本種に比べ低温や乾燥に弱い。多メノコギリヒラタムシも世界に広く分布し、 日本では主に輸入国類から発見される。ありがとうございます。